ツルボバーンハードアジャポニカは、キジカクシカの草本。地下に球根があり、秋の初めにピンク色の花を密生した細長い方を出す。球根のある多年生の草本。球根は、卵球形で、長さ2から3センチメートルほど、表面に薄くて黒い外皮がある。器部には短縮した茎があって、多数の細い根が出る。葉は、根室状に出て、 長さ10から25センチメートル、幅は4から6ミリメートル、線形で厚く柔らかい葉質で、表面は浅くくぼむ。花期は8から9月で、葉の間から細長い花形を伸ばし、相乗花序をその先端につける。花形の高さは20から40センチメートル、分子せず、途中に葉はなく、また、花序の基部に、双方はない。花は、細長い円筒型で下から開花していき、 長さ3から10センチメートル、幅1.5から2センチメートル。花は密集して並び、長さ3から6ミリメートルの花柄がある。可比編は6個あり、長蛇炎上頭皮心型で、長さ4ミリメートル、先端は尖り、泡辺に紫色をなし、平らに開く。おすしべは6本あり、花糸は紫で先端が細まる。脂肪には短い毛が3つの重列になっている。 花火は、花子も残る。果実は、質化で、東乱状を休憩で、長さ5から6ミリメートル、縦に3つに裂ける。種子は各室に1個ずつ。種子は高皮新型で黒く、長さ4ミリメートル。別名に、スルボがあるが、ツルボ、スルボは、共に意味が不明である。三大傘の異名もあり、これは三大山の意味で、下水の形状が国が三大するときに、 友人が差し掛ける長らさを畳んだ形に似ていることによる。葉は一年に2回出る。まず、春に5から10枚の春葉が出て、これは夏に枯れる。その後初秋に2から3枚の葉が出る。この秋の葉の向かい合った間から花水が出て、開花する。北海道南西部から九州までと琉球列島に広く分布し、国外では、朝鮮、中国本土と台湾、それに、 ウスリーに分布する。林園や堤防、草地等、日当たりの良いところに多く、往々に群生を作る。群生の様子堤防沿いの道路脇にて、鶴母族には90から100種があり、大部分が中央アジアから西、西アジア、ヨーロッパ、それにアフリカに分布する。干渉価値の高いものも多く、球根性の花物として用いられるものも多く、それらは往々に、 シラーの名で呼ばれる。本属で日本にあるのは本種一種のみ。同時に本種は本属の中で東アジアに分布する唯一の種である。細胞学的には多形で2倍体から5倍体までを含む。地方による変異も見られる。種内変異としてオニツルボバリエーション、メジャー植木得意がある。大型になり洋服が十から二十ミリメートルにも達するものである。 本州、四国、九州の海岸などに産する。発火品を、白花鶴ボ F アルバイフローラというが、佐竹他などは特に取り上げてはいない。利益となる例はない。球根には、毒成分が含まれる。ユーリスト植物名検索鶴ボ。2014年12月8日閲覧。以下、記載は、主として、佐竹他、P42、および、初島。 P783 から784、北村ほか、P116 牧の、P848 マシ P34 さたけほか、P42 は月 P493 マシ P34、北村ほか、P116 さたけほか、P42 は月 P493 岩は月、P493。ありがとうございます。